今日も本気にブロック車両を組み立てていこう。ほう、なるほど。こうすると格子状に組み上がるわけか。マリサ、いきなり何をやっているのさ。おお、このジオコープのバンパーパーツが思った以上に面白くてな。いろいろ試しているところなんだぜ。バンパーパーツ？おお、細いライン状のパーツで、いろいろな形状のやつがあるから、自由自在なデザインにすることができるんだぜ。確かに、ブロック状のパーツだと、縦と横にしか伸ばしていけないしね。バンパーパーツは種類が豊富だから、縦横無尽にパーツを伸ばしていくことができるんだぜ。こういう曲線状のパーツがあると、確かに自由度が高そうだね。さらに接続箇所が複数あれば、分岐点として使うこともできるぜ。今まではそれほど熱心に見てこなかったけど、ひょっとしたらバンパーパーツを使えばもっと独創的な車両が組めるかもしれないね。その通り。今回はこのバンパーパーツを組み合わせて面白い車両を作っていこうと思うぜ。それで今は何をしているの？いや、特に目的があるわけじゃないが、バンパーパーツの感触を確かめているところだぜ。ふーむ、なるほど。こうすれば円を作れるわけか。なんかはくぐりの舞台装置みたい。はくぐりか。ふーむ、今ちょうどひらめいたことがあるぜ。何をひらめいたのさ。輪っかの要素を使った新車両を思いついたんだぜ。輪っかの？早速作るからしばし待つんだぜ。さあ、これが私が作成した新車両。トレーラーだ。え、これだけ？それにトレーラーって、あの荷台を引っ張る車両でしょ。その通り、あのトレーラーだぜ。この車両は、車体前方に動力と武装を集中させ、後方はパーツ回収を目的とした設計になっているぜ。そして前後をつなぐのがバンパーパーツとなっている。それだけ？はっきり言ってバンパーパーツを使う必要性が感じられないよ。前の車両と荷台が一緒に動いているし、これじゃただの長細い車両に過ぎないよ。ふっふっふ。わかっていないな。何さ、意味深に笑って。この車両の後ろ半分、どうしてホバーを使っていると思う？え？わかっていないようだから教えてやろう。ここのバンパーパーツを外す。見よ、これがトレーラーの真の姿よ。え、機体の前と後ろをつなぐパーツがなくなって、二つの組み合わさった輪が車両をつないでいる。先ほどのバンパーパーツを取った時点で、トレーラーはヘッドと荷台の二つの車両に分かれた。そして荷台の車両を、バンパーパーツで作った輪でつなぎ止めているというわけだぜ。車両が結合していないから、カーブでは荷台が触れてスムーズに曲がることができる。長い車両が苦手なコーナリングの問題を克服しているぜ。そして荷台をホバーにしたのは、摩擦をなくして引っ張りやすくするためだぜ。理屈は分かったけど、これちゃんとパーツ集めは機能するの？もちろん。今戦っている敵のパーツを回収してみるぜ。あ、ものすごい勢いで爆散したからパーツ集めどころじゃないな。ここまで派手に吹き飛ぶのも珍しいね。しょうがない。別の車両を探すか。新しい敵を発見。攻撃に移るぜ。結構しっかりと武装を積んでいるんだね。近くに置いといたビップ戦車くんの助けもあり、あっさりと勝利。さあ、パーツを回収するぜ。おお、どんどん集まっているよ。このように、主目的であるパーツ回収も可能だぜ。パーツがくっついても走破性は変わらないね。この程度のパーツなんてどってことないぜ。さて、攻撃所のストレージデバイスでパーツを保存するか。前回作った廃品回収クイーンに続いて、優秀なパーツ回収車両ができたね。マグネットのスイッチのオンオフの際は、ちょっと手間だが荷台に乗り換える必要があるぜ。コントロール系統のブロックは、自分の車両じゃないと操作できないからね。というわけで、これが新車両トレーラーの全てだぜ。車両のパーツで直接繋ぐんじゃなくて、鎖のように柔軟性を持たせるというのが面白いね。ま、でも私の方がより独創的な車両を作ったけどね。は、お前が、バンパーパーツを使ってか。もちろん。今から私の車両を見せてあげるよ。これが私の最高傑作さ。うお、でけえ。一体この車両は何なんだ、黄色いキノコか。前を見ればわかるよ。おわ、これは。バンパーパーツで鼻毛を表現したよ。いや、問題はそこじゃねえよ。ジャンプのキャラクター勝手に持ち出してんじゃねえよ。はて、何のことかな。とぼけるな。わかったよ。作品名はあえて伏せておこう。マリサの言う通りこれはピピピピ、ピピピ。おかしい。これだけ伏せ字を使っているのに貫通している。バンパーパーツを見た時から、これを作ろうと考えていたんだよ。病気ですね。入院しましょう。鼻毛神剣を生み、鼻毛サンダーブレイクで敵を撃つ。いや、敵を撃つって。
これ戦えるのかよ。マリサの懸念はもっとも。結論を言うと、戦えないよ。即座に言い切ったな。ロケットパンチでもある程度戦えると豪語した私だけど、この車両は本当に動けない。ジオコープのベヒモスタイヤがおもちゃのタイヤに見えるくらいでかいからな。むしろ倒れずにいるのが奇跡だぜ。頭の中に大量のジオコープジャイロを仕込んでいるからね。で、なんだ、手落ちで終わりか。まさか、この車両で戦闘をするのさ。戦闘するって動けないんだろ。どうしようもないじゃないか。そこは足回りをちょちょいと付け足して、あとはロケットパンチの時と同じように護衛をつけるよ。護衛というとベターフューチャーのホバー量産機か。同じものを見せても芸がない。今回は新しいホバー機体を作ったよ。これが私が新たに作ったホバー軍団だよ。なんかいろいろいるな。各企業の新しいホバー量産機だよ。ベターフューチャー以外の会社のパーツでホバー機体を作ったわけか。一つずつ見ていこう。まずは GSO のパーツを使ったホバー機体。見事な箱型だな。メイン武装はミサイル砲台。あとはおまけとして迫撃砲と3ポンド砲を装備しているよ。姿勢制御は大丈夫そうだな。姿勢制御スラスターホルンを使用しているから、移動も問題なく行えるよ。スケキヨ君の頃とはえらく進歩したな。はい。次はジオコープのパーツを使ったホバー機体、と言いたいところだけど、実はジオコープのパーツは基本ブロックとバッテリーくらいで、ホバーパーツは GSO、武装はホークアイのものとなっているよ。ジオコープの要素は見た目だけか。ホバー機体だからミサイルを搭載したいところだけど、ジオコープはミサイルどころか射撃武器を取り扱っていない。そしてジオコープのホバーパーツは出力が強すぎて小型のホバー機体とは相性が悪い。よって、武装はホークアイ、ホバー機構は GSO のを使用することにしたよ。まあ仕方ないか。そして次に紹介するのがベンチャーのホバー機体。なんだ、プロペラがついているな。プロペラは完全なる飾りです。今回作成したホバー機体の中ではかなりコンパクトな設計。でもクラスターミサイルを2門装備しているから火力は十分あるよ。ああ、言い忘れてたけど、今回作ったホバー機体には全てリペアフィールドとバリアを装備しているから、コンパクトでもある程度の攻撃はしのいでくれるよ。で、最後に紹介するのがホークアイのホバー機体。なんか他の機体よりも高く飛んでいるな。ホークアイのホバー機構は高い高度を維持できるように設計されているからね。ジャイロもスラスターも高性能だから、かなり安定したホバー機体になっているよ。そして武装はホークアイ製のミサイルを全て搭載。巡航ミサイルも2つ装備して、量産機としては型破りの性能と使用を誇るよ。撃墜された時のショックが大きそう。この4機と以前作ったベターフューチャーのホバーの警護機で、上5級車両花火号の護衛をするよ。あ、そういう名前なのね。それと花火号が走るように改造をしなきゃね。顔の後ろにジオコープの特大ブロックをくっつけて、そこにベヒモスタイヤを設置していくよ。もうサイズ感わかんねえな。あとはホバー機体のバッテリーを充電すれば準備万端。あれ、花毛号にはバッテリーを搭載していないのか。側を作るのと倒れないようにするので精一杯で、そこまで手が回らなかったよ。さあ、準備が整ったことだし、花毛号、いざ発進。一体どうなることやら。ちなみにボーボボは車両形態にも変身できるからこれはある意味原作再現だよ。もうボーボボって言っちゃってるじゃん。ちなみに車両形態で繰り出した技は、引き逃げアタックという超不謹慎な技だよ。てか動くようになったけどめちゃくちゃ遅いな。まるでカタツムリが這うスピードだ。マリサ、巨人の一歩を知らないのかい？巨人は動きは遅くても一歩が大きいから実際はむちゃくちゃ速く動けているんだよ。いやこれは車両だから一歩とか関係ないだろ。むちゃくちゃ遅いわ。前方に敵車両を発見。それと図体が無駄にでかいから敵車両を画面に収めるのに苦労しているぜ。さあ、ホバー機が一体行った。車両がでかすぎて引き絵しか撮れてねえじゃねえか。今のところこの車両いいとこなしだぞ。さすがに攻撃は当たるようにしたいね。というわけで鼻毛を伸ばして武器の位置をもうちょっと下にしよう。鼻毛を伸ばすって表現なんだか嫌だな。さて、調整が終わったよ。武器の位置はこれくらいでいいかな。この位置だとしっかりと当たりそうだな。よし、これで進んでみるよ。よし、前方に敵車両を捕捉。攻撃を開始するよ。ベンチャーホバーは敵に反応しているが、攻撃がことごとく花毛号に遮られているぜ。これは予想外。いや、予想の範疇すぎるわ。あ、今のつまずきでプラズマカッターの片方が破損したよ。
はあ、さっきので。きっと車体が重たすぎるから思い切りグギって言ったんだろうね。おい、それと敵車両が私たちの採掘設備を攻撃しているぞ。早く倒さないと完全に壊されちまう。しかし、なんだか動くことができないのである。ダメだこりゃ。しょうがない。ここはビルドモードで車体をずらして、ホバー機体の攻撃が通るようにしよう。ビルドモードを使用しないといけない時点で車両として欠陥なんだよな。よし、敵車両は倒したよ。採掘設備は完全に破壊されたがな。ここまでいいとこなしだが、まだ頑張るつもりか。この鼻毛号は私が10時間以上の時間をかけて作った過去最大の作品。それをあっさりと欠陥品として終わらせるわけにはいかない。せめて1機は敵を倒して終わりにするよ。まあお前の車両なんだからお前の好きにしろ。前方に小型車両を発見。あの車両に鼻毛サンダーブレイクをお見舞いしてやる。うおう、当たれー。攻撃がかすってダメージを与えたな。このまま車両を吹き飛ばしてやる。さあ、やるんだ鼻毛号。うおうおうおう。やった。見たか鼻毛号の力を。いや、どっからどう見てもクラスターミサイルがとどめを刺していたが。鼻毛号で敵を倒したことだし今回はここまで。うわぁ、こいつ鼻毛号にうんざりして無理やり締めようとしている。だってもう限界なんだっちゃ。結局外見のインパクト全振りの機体だったな。こんな機体があってもいいんです。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。